楽天、ホワイト企業だった。楽天の田中和樹外野手、30が27日、仙台市内の球団事務所で契約交渉に臨み、900万円増の3000万円でサインした。金額は推定、今季は68試合に出場し打率129、本塁打0の1打点。先発出場も1試合ながら、選手会長としてグラウンドの内外でチームに貢献した。選手会長代やろ。主力じゃなくても選手会長ってできるんだ。ガチの聖域。なんで増えてんの？新人王になった年だけだったな。中日、宇佐見真吾、31、61試合、.303、164、46、3本、17点、OPS 点752、4100万、100万、100万。稲葉が代表監督の時を怪我させたから多少跳ね。マー君の弟だっけ？アップ要素なさすぎだろ。増額の理由が不明すぎてくさ。まあ、居場所がない。楽天から出てくわ。その他、まあの消えたわけ。年俸上がったわ。ちょっとまあがかわいそうだわ。いやいや、今までまあがもらいすぎてたからその分他の選手が割り送ってたんやで。こいつに限らず今年の楽天ほかほかや、すごい金が浮いたんやろな。3億楽天ポイント山分けキャンペーンか。コロナで経営状態悪くて査定渋くしてるって説明されて納得した後に田中にあの金額ぶち込んだ時点で割とチームメイト早え顔せんやろ。ご視聴ありがとうございました。